ゴーカーチャンネル。でその他に、まあこれは前回 740i の時にもご紹介しましたけれども、自動運転レベル2ですね、ステアリングのアシスト機能ですとか、前の車に追従する ACC、 こういった機能はしっかりと網羅をされています。これもまあこの試乗中にもう少し、タイミングがありましたら再度またこれはご紹介して、いきたいと思います。今アクセルを少しだけ強めに踏んでいました。でも半分も踏んでいません。それでもぐーっとこう体が持っていかれるぐらいの力強さ感があるんですね。やっぱこれはトルクの大きさがまさにいい仕事をしているんだなというふうに思います。ちょっとここで一回スポーツモードにしてみましょうか。スポーツモード、メーターの表示も赤に変わります。アイドリングストップも今止まりましたね。ちょっと加速で強めにアクセルを踏んでみます。床までは踏みません。ちょっと強めに踏んでみましょう。もうすごい半分も踏んでないんです。でもこれぐらいの加速力を示すというのはやっぱりこのディーゼルのトルクの太さっていうのは相当なもんですね。びっくりさせられます。で今、そのスポーツモードにしてこの若干路面の荒れたようなところを走っていますが、その足回りが硬くなってゴツゴツするとかそういうことは全くありませんね。やっぱこの辺りはこういいモデルになってくると何とでも技術でなるんでしょうね。とても気持ちよくこの路面の凹凸などを越えていきます。でまあ、快適性の話で、話すこととすればもう一つありまして、このサイドのところにスイッチが、あります。こうしますと今マッサージの表示が出ました。このゴーカーチャンネルでも最近マッサージの話しかしてないような、気がするほど、なんかマッサージが今つく車が随分増えましたね。この車も運転席それからパッセンジャー席ともにこのマッサージ機能を作動することができるようですね。今実際に働かせています。強度は 3つあります。さらに種類も先ほどいろいろありましたけれども選んでいただくことができるようになっています。ですから本当にこう長距離をですね、淡々と走っていくにはこのディーゼルと、四輪駆動の組み合わせっていうのは楽ですし安心感が高いですよね。それこそ冬にですね雪が降ってきた場合にも四輪駆動で、まあ、四輪駆動だから絶対滑らないってことはなくて四輪駆動でも滑るときは滑るんですが二輪駆動に比べればですねやはり安心感は高いですし、かなりのその乗っていて信頼感の高さっていうのが四輪駆動にありますね。今これ幸いにして今日は雨が、降ってきて言いますのでこの X ドライブの四輪駆動を試すのには、もってこいなんですが、先ほどのようなアクセルを多少ラフに踏んでも何ら不安に感じるようなところはありませんね。そういったところもこの X ドライブのいいところだと思います。それにしてもこの6気筒のディーゼルの力強さ感と滑らかさっていうのは味わうとなかなかこれ虜になりますね。6気筒のディーゼル自体は X5 などにも搭載されていてそのように乗った時も、ね、いいなと思いましたけれどもね。このやっぱ7シリーズの、より上級なモデルでこの気持ちのいいエアサスペンションとの組み合わせっていう風になってくると、快適性はすこぶる高いなという風な印象を強く感じますね。でまあ、もう操作類は今最新の BMW はみんな同じようなものになってきていて非常に分かりやすいですけれども、
まあ、こういうシフトレバー、電気式のものが採用されていて、まあ、BMW この電気式のシフトレバー、採用して結構長いんですけれども、私はこの電気式のシフトレバーの、こう聞こえますかね、カッタンカッタンって音が聞こえるんだ、これがどうもあまりプレミアム感を感じさせないので、これはなんとかもう少しこういかにもこう触った感じがですねプラスチックな感じなんですね。でこれがちょっと前から、気になってるもんですから、これはせめて7シリーズぐらいになったらもう少しなんとか、より高級感を感じる内容のものにしてほしいなというふうに思います。でここからは少し、空いていますので、このディーゼルの力強さ感などをしっかり感じることができると思うんですが、まあ、こういうカーブでもですねちょっと低いギアに入れてアクセルをちょっと踏みながらこう曲がっていってみましょう。非常にこう信頼感が高いですね。さらに滑らかにこう曲がっていってくれます。このあたりの、安心感というのはやっぱり四輪駆動ならではの部分だと思います。じゃあ今度ちょっと速度を落として、じゃあスポーツモードで強めの加速をしてみたいと思います。今2速に入れました。エンジン回転で今、2000回転を若干割りました。ここからちょっとアクセルを踏んでいます。はい、今お分かりでしたかね。体がすごく持ってかれたと思います。アクセルは今床まで踏んでいません。アクセルじわーっというふうに踏んでいったんですが、もうどんどん低いところから大きいトルクを取り出していくというのが今の、フィーリングでお分かりいただいたかなというふうに思います。まあ、とにかくこのエンジン乗っている分にはですね、本当になんて言うんでしょうね、もうディーゼルかガソリンかは分からないですし、もうそのディーゼルだからとかガソリンだからとかいうのを気にしなくていいなと、もう気持ちのいいエンジンであると、こういう認識でいいんではないかなというふうに思います。ロードノイズも静かですね。本当にもう音が、今パラパラ雨が降ってるわけですけれども、もっと雨が強くなったらもう本当に雨の音が一番うるさい音になるなというような印象だと思いますね。今道路の継ぎ目をこう連続して越えていますが、こういったところでも、凹凸はほぼ感じません。足回りでも吸収してくれて、何ら不快に感じるような部分はありませんね。こういうところもやっぱりよくできていると思います。アイドリングストップをここでもう一回試してみましょう。入ると思います。アイドリングストップに入ったかどうかが分かりませんね。はい、アイドリングストップに入るときは、再始動するときはどうか一回見てみましょう。まもなく信号が多分青になると思います。振動を感じませんね。音はもちろん聞こえるんですが、音も遠くでかすかに聞こえるぐらい。オーディオをかけていたら多分気づかないだろうという静けさですね。いや、これぐらいいいパワーユニットと組み合わせがあるんだったらば、まあ、7シリーズにもいいですけれども、他の5シリーズとかですね、にも組み合わせてくれるとよりいいなと思います。今かなりこうデコボコが続くところを走ったんですけれども、本当に凹凸を感じませんね。すごいですね。これこそそのカメラが道路の先を読んで足回りでうまく吸収するような働きをするという、効果のものなのかもしれませんね。大変滑らかですね。この辺りはびっくりさせられますね。